自分に対しての自信全くないタイプだったんで、人とのコミュニケーションも得意じゃないし、フリースタイルフットボールに出会ってほんまにめちゃくちゃ変わったんですね。成長できる人として、そういうものを多くの人たちに伝えていけたらいいなっていう使命感というか、このカルチャーを大きくしていくみたいなのはほんまに勝手に思うようになりました。フリースタイルフットボールって競技の名前に自由ってついてるじゃないですか。だからあれやりたい、これやりたい、そこに筋を見つけて、自分が表現したいものはこうみたいな、自由っていうものを体現して生きられる人間になれたら最強だと思ってます。それがフリースタイルかなと。フリースタイルフットボーラーとしてどれだけのことをやれるのか、業界内でどういう存在になるかみたいな、そこもめっちゃ大事です。今でもそれ以上にある気持ちとして、フリースタイルフットボールより広げていくために、その可能性をより示すために、エンターテインメントっていうかなり大きく広がった土俵の上で、自分が挑戦していく先、全ての場所で最大限のインパクトを生みたい。